オズバルト・カバスタは、オーストリアの指揮者、ニーダー・エースター・ライヒ州のミステル・バッフ派に生まれる。1913年から1916年まで、ウィーン音楽大学に在籍し、フランツ・シュミットや、ヨーゼフ・マルクスらに指示、在学中から、ウィーンの聖リオポルド教会の聖歌隊の合唱指揮者を、務めていた。1921年に、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団を指揮し、 1924年から1926年まで、バーデン私立歌劇場の音楽監督を務めた。1926年から1931年まで、グラー,アーツ歌劇場の音楽総監督。1933年から1938年まで、ウィーン交響楽団の主席指揮者。1935年から、ウィーン楽友協会の音楽監督。 1938年からミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を歴任した。ウィーン交響楽団の任期の最終シーズンには、シ・フランツ・シュミットのオラトリを7つの封印の書を初演している。1931年から1935年までは母校院音楽大学で指揮法も教え、弟子にエイリ・ヒラインスドルフラがいる。 1945年の第二次世界大戦終了後、カバスタは7年前のミュンヘンフィル主席指揮者就任の際に、ナチに入党した過去などが問題視され、占領軍から一切の演奏活動を禁止された。翌年、クーフ・シュタインの教会で妻と共に、服毒自殺を遂げた。ありがとうございます。